ポリス、うん、はい、どうもこんにちは、タクトです。今回なんですけど、まあね、僕の持ってる愛車のハーレーダビッドソンのね XL1200X というね48に乗っております。48マジで久々で、どんぐらいだろうな、最後に乗ったのが多分去年の10月とかなんで5ヶ月ぶりかな、まあ約半年ぶりですねに48乗ってるんですけど、マジで楽しい、もうふわって感じで。そして楽しさの反面ね、なんと乗りやすさは乗りにくさはねナンバーワンですダントツナンバーワンです。乗りにくさはもう腰が痛い、背中が痛い、足が痛い、手が痛いです。まあ、やっぱねこの足が前にあるポジションなんで、まあ、しょうがないんですけど、この間僕が乗ってたのがね CB400 なんで、てかあれをバイクからこれに乗るとねダメだね、もうなんじゃこりゃって、こんなバイクがあるんかみたいな、乗りづらいみたいな、本当にやっぱ人間あれですね、一回だらけちゃうともうダメですね、戻れません。やっぱ何事でもそうですよね、もう一回ね楽な方向に逃げちゃうともう人間は戻れなくなってるんでそういう作りなんでしょうがないです。お、前にハーレーがいる、ハーレー集団、ちょっと俺も混ざりたいな、あのハーレー集団に混ざろう。ハーレーでもないかな、なんだろう、風強よ、てか、イエーイ、仲間ができました。これ何レブル、何これハーレー、わかんないんだけどこのバイク、うー早いよ、本当はついていきたいけど後からモザイク処理するのがめんどくさいからちょっと我慢、あ、いいや曲がるわ、じゃあねー、バイバーイ。天候はやばいよね、さっきまでねもう本当スコールかっていうぐらい雨が降ってたんですよ、いきなり青空だったんですけど、本当もう10分20分の話でブワーって雨降ってきて、ちょうど僕ね家を出たタイミングだったんですよ。うわマジみたいな、ガチな雨男じゃんと思って、だって2時間ぐらい雨やんでたんですよ。だから、まあ、今だと思って出た瞬間ブワー、もうなんなのこれ本当に、もう僕がいるとこだけ雨降るって感じですよね本当。なんでそんな俺がいるとこだけ雨降るかな本当に。で半年前にね、この48乗ってたんですけど、その時なんて言ったっけな、確かに楽しさはねダントツ楽しい、マジで本当楽しい。僕もねもういろんなハーレー乗ってきましたけど、トルクはねマジでこいつが一番いい、ガチで速い本当に。であともう一個なんだっけな、ローライダーも乗ったんだけど、ローライダーもまあ楽しかったね、加速感があって、ただやっぱ車体がでかいし重いから、楽しいかって言われたら、まあ、楽しいんだけどちょっとなんかううって感じ、重たいみたいな感じだから、取り回しのやりやすさとか、まあ、楽しいって評価で、まあ、ロングツーリングが一回省いてね、近道で、近場で乗るんだったらマジでこいつが一番楽しい本当に。加速が半端ないからね、このもうやばいよねこれ、このロブという音、いや最高ですね、もう気持ちいい。あ、花粉がやばい、鼻水が出てきた。あ、さてさて、お、でもちょっと晴れてんだ、こっちの方はもうあの辺ちょっともう青空が見えてる、こっちは全然まだ雲すごいんだけど、あれが横浜で有名なマリンタワーでございます。皆さんね、横浜に来た際は一度登ってみてください。建物がね高いんで、やっぱマリンタワーとかあとランドマークタワーとかに登るとね、夜景とか、まあ昼間でも綺麗なんだけど、高層ビルがね見下ろせるんで。あとこれね、ほんと僕の勝手な、てか僕だけの多分悩みだと思うんですけど、僕だけではないか、実はですね、僕筋トレをしておりまして普段から、でもしかしたら筋トレしてる人ならわかると思うんですけど、筋トレしててこのバイク乗ってる人っていうのわかると思うんですけど、背中の日の次の日マジできついねこれ本当にマニアックすぎてわかんねえか、そんなこと言っても、あの他の部位のね胸二頭とか、あと肩とかね、ちょっとこれを共感できるねトレーニーとバイク乗りがいるかわかんないですけど、まあ、ぜひねトレーニングしてパーレ乗ってる方がいたらね、ちょっとコメント欄で教えてください。そっか、今日はなんか人が多いと思ったら今日祝日なんだったね。うわめっちゃ晴れてんじゃん向こうの方、なんでやばい、マジで雨男 YouTuber じゃん俺、長いよねこのバス、うわー気持ちいいね、ふぅ最高、風がちょっと冷たいね、
もしかしたら風切り音が入っちゃってるかもしれない、まあ、ちょっとその時はねご了承ください。うわかっこいいねポルシェ、なんだこれ、車すげえと思ってんじゃん。なんかこれイベントやってんのかな、プジョー、ルノー、なんだなんだろうこれ。俺のバイクも置いていいかな、そこに。さすがに怒られるかな。ちょっと横並べてみる、俺のバイク。ちょっとぐるって回ってみるか。人が多いね、やっぱシクレットだから。パシフィコ横浜で、 YouTube のさ動画でさ、モザイクをつけるのがマジで大変だからさ、もうスピードを1キロでもオーバーしないように走ってるんだけど、めっちゃんか煽られるんだよね、後ろからブワーン抜かされるし。ちょっとまあ申し訳ない気持ちもあるんですけど、許してちょんまげ。なんかこのハーレーいい匂いするんだよね。僕が持ってるホンダの CBR はねマジで臭くて、ガソリン臭が、まあ、マフラーいじっちゃってるんでしょうがないと思うんですけど、やっぱ純正マフラーってすごいね。全然匂いしないもん、嫌な匂いもしないし、むしろなんかいい匂いするっていう、なんかやっぱマフラーですごいんだね。ちょっとこっち行ってみようかな。そこなんだっけな、なんかヘリポートがあるんだっけな、臨港パークか。いやーよかったな、ね、晴れて青空だもんね今ここ。ほんともうよくわかんない天気だな。あれなんかバイク置き場なくなってんだけど、嘘でしょ、なんかバイク置き場ないんだけど、これか。かっこいいよね48。やっぱさこのギラつき感がいいよね、このエンジンとかさ、このマフラーとかさ、あとこういうパーツのさ、このメッキ感がたまんないんだよね。うん、いやマジで晴れてる、本当に気持ちいい。あのマンションの上から叫びたいわ。よいしょと、さあ行きますか、そろ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 日が暮れるんで。間違えた、ウィンカー出しちゃった、間違えてウィンカー出しちゃったよ。これだよこれ。オッケーオッケー、行きましょう。はい、というわけでね、ちょっとね風がそろそろ強くなってきて、もうすぐね日が暮れると思うんで、今日はねこんな感じで動画終わりしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。で、今回の動画がいいなと思った方はね、高評価とコメント欄でねコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、動画の概要欄の方にねアルファライドのねホームページが載っておりますので、そっちもねチェックお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。